こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は対峙力について解説していきます。対峙力とはあなたが相手を認めて、相手から自分のことも認めてもらって話すことです。誰でもフラットに向き合える力が対峙力です。対峙力があれば上司でもお客様でも憧れの人とでもどんな人とでも自信を持って関わることができます。そのためにはまずは自分と向き合うことが大事です。そして相手に興味を持ってください。この動画では対峙力のポイント6個解説していきます。1個目、場の空気を作る。2つのポイント、人の機嫌が悪いとき、場の空気が悪いときってありませんか？上司や仕事で機嫌の悪い人がなぜいるのか、原因は2つあります。1つ目が特に影響力がある人の参加者のテンションが低いときです。2つ目が何のために何をすればいいか分かっていないときです。そんなときは2つのことを意識してください。1つ目は明るいテンションでいることです。仕事で失敗して暗そうになっても仕事のスイッチを入れて無理にでもテンションを上げてください。テンションを上げることで周りの人のテンションも上がっていきます。テンションっていうのは感染していきます。2つ目は何を話すべき場所なのか、目的を把握することです。会議や商談の目的は何なのか明確にしてください。目的が分からなくなると何を話していいか分からず迷走してしまうからです。ポイントを2つをまとめると、テンションを絶対に下げないこと、明るくすること、そして目的を明確にすることです。2個目、本当に喜んでもらえる褒め方。人と仲良くなりたいのであれば褒めるといいです。褒めるっていうのはとても有効な手段です。褒められて嬉しくない人はいないです。しかし褒め方には注意が必要です。上辺だけの嘘の言葉はすぐにバレてしまいます。嘘をついて褒めるのは信用をかえってなくします。嘘をついて褒めることはやめてください。ただ褒めればいいというわけではないです。本当に心からいいなと思ったことを伝えてください。まずは相手と向き合ってください。そしていいな、すごいなと本当に思ったことを伝えてください。そのシャツが似合っている、聞き上手だから話しやすいなど思っていることだったら OK です。外見などの生まれ持ったものよりもその人が努力して身につけた、そんなものを褒めるといいです。また相手にしてもらって嬉しかったことを伝えるのも良いです。あの時の一本のメールが本当に励みになりました、ありがとうございましたなど、やってもらったことを伝えるといいです。大事なことは本心でない言葉で相手を褒めないことです。3個目、評価されたいと思った時点で仕事に本気になれていない。あなたは人の評価が気になりますか？嫌われたらどうしようとか、ダメなやつだと思われたらどうしよう、そう気にする方が多いです。人の目線や評価が気になる人は多いです。本来は人の評価よりも目の前の仕事に集中すべきです。例えば女優の仕事では、本番に入ったら自分の役に集中していい芝居をすることが一番大切です。しかし人の評価が気になる人は監督の評価ばかりに意識がいきます。監督からどう見られているか心配したりとか、次の仕事がもらえるか気になってしまいます。そんな状態だといい芝居をすることはできないです。あなたは目の前の仕事に集中できていますか？監督に評価されたい、共演者に嫌われたくない、売れたいではなくて目の前の仕事に集中することが大事です。これからは自分の役割に集中してください。そうすれば評価が気にならなくなります。それでも人の評価が気になるときは、あなたが仕事へ成功するのに失敗したくない、嫌われたくない、評価されたいといった思いが必要なのか冷静に考えてみてください。本当に意識を向けるべきことは何なのか自然と見えてくるはずです。4個目、尊敬される人ほど人を尊敬している。あなたは尊敬している人、すごいと思う人はいますか？そしてすごい人のイメージってどうですか？すごい人は最初からすごい人のイメージがありませんか？でもそうじゃないです。すごい人も弱点もあります。たくさんの失敗をしてきています。すごい人は弱点を認めて、どうやったら弱点を乗り越えて成功できるか真剣に考えています。何かできないとき、苦手なことがあったときに諦めるのか乗り越えるのか、それは人それぞれです。弱点に気づいたら2つのことを意識してください。1つ目は弱点をまず認めることです。今の自分を受け入れるってことです。今を受け入れないと何も始まらないからです。2つ目は周りに助けを求めることです。あなたは周りには優秀な人、自分よりもできる人が必ずいます。その人に助けを求めることであなたもできるようになります。あなたの周りの尊敬する人、すごい人っていうのはこの2つが必ずできています。尊敬される人ほど人を尊敬して学んでいます。世の中からすごいって
言われる大物でもできないことは必ずあります。まずは自分の実力を知ってください。そしてできる人を素直にリスペクトしてください。そしてできる人からたくさんのことを学ぶことです。5個目、見た目と声を分析する。人は見た目より中身、よく言われる言葉です。人と出会った時は相手の中身を知ろうと僕たちは努力をします。しかし会った時に最初に目が行って第一印象を決めるのは結局は外見です。外見は9割っていう本もあります。見た目の印象っていうのは大事です。あなたも自分の外見が相手にどんな印象を与えているのか研究してみてください。それを分かった上で変えられるものと変えられないものを区別してください。特に骨格や性質などは変えることができないです。この変えられないものは自分の武器として生かした方がいいです。あなたが欠点とかコンプレックスと思っていることは他の人にとっては強みの可能性があります。欠点っていうのは欠かせない点だと捉えることです。ネガティブに捉えないでください。例えば僕の場合は声が高いです。低い声に憧れることはもちろんあります。しかし声が高いことで通りやすい、響きやすいです。自分の変えられない声とか外見に逃げるんではなくて生かす方法を考えてください。いつの間にかコンプレックスが弱点ではなくて武器に変わっていきます。まずは自分が与える印象と向き合ってください。あなたの外見とか見た目がどんな印象を相手に与えるか、これをしっかりと理解することです。そして外見と声の分析をしてみてください。自分の変えられない部分、弱点とかコンプレックスをうまく武器に変えられるように解釈を変えてみてください。6個目、周りと比べて焦るときは自分の気持ちに素直になる。人と比べて落ち込むことってありませんか？自分だけ遅れている、そう感じるときがきっとあるはずです。僕は二浪して大学に入っています。浪人を2年したため20歳の時も受験勉強をしていました。当然成人式には行っていないです。勉強するしかなかったため成人式でワイワイするそんな余裕は当時の僕にはなかったです。周りを見ると大学生、専門学生、働いている人ばかりです。何やっているかわからないのは僕くらいでした。周りと自分を比べると将来への焦りと不安で潰れそうになった時期もあります。あなたも誰かと比べてこのままでいいのかな、そう焦ることもきっとあるはずです。そんな時は自分が何がしたいのか、自分と真剣に向き合うことです。答えは相手にあるわけではなく自分の中にあります。人と比べた時点で負けです。自分と向き合うしかないです。人生にはここぞというタイミングで決断しなきゃいけない場面があります。その時頼りになるのは自分がどっちの方向に行きたいか、それしかないです。どうしたいかは自分の素直な気持ちで決めるしかないです。人生の分岐点で判断を間違わないでください。そのために今のうちから自分は何者でいたいのか、何をしたいのか、自分に常に問い続けることです。それではまとめいきます。1個目、場の空気を作る。2つのポイント。場の空気が悪い原因は2つあります。参加者のテンションが低い、何のために何をすればいいか分かっていない、そんな時は2つのポイントを意識してください。1つ目は明るいテンションでいることです。あなたがテンションを明るくしていると周りの人のテンションも上がっていきます。2つ目は何を話すべき場所なのか、目的を把握することです。会議や商談の目的は何なのか明確にすることです。テンションを絶対に下げないこと、会議の目的を明確にすること、この2つを絶対にやってください。2個目は本当に喜んでもらえる褒め方。人と仲良くしたいのであれば褒めるといいです。ただし褒め方には注意してください。上辺だけの嘘の言葉っていうのはバレます。嘘ついて褒めるのは信用をなくすためやめてください。まずは相手と向き合っていいな、すごいなと本当にあなたが思ったことを褒めてください。外見などの生まれ持ったものよりもその人が努力して身につけたものを褒めるといいです。また相手にしてもらって嬉しかったことを伝えるのもありです。3個目、評価されたいと思った時点で仕事に本気になれていない。あなたは人の評価が気になりますか？嫌われたらどうしよう、ダメなやつだと思われたらどうしよう、そうやって人の目線とか評価が気になる方は多いです。人の評価を気にするよりも目の前の仕事に集中することが大事です。これからは自分の役割に集中してください。4個目、尊敬される人ほど人を尊敬している。すごい人でもできないことがあります。弱点もあります。たくさんの失敗をしています。すごい人は自分の弱点を認めてどうやったら弱点を乗り越えれるのか、成功できるのか真剣に考えています。あなたが弱点に気づいたら2つのことをやってください。1つ目は弱点を見つめることです。今の自分を受け入れることです。2つ目は周りに助けを求めることです。あなたの周りの尊敬する人だ
ったりすごい人っていうのはこの2つが必ずできています。まずは自分の実力を知ってください。そしてできる人をリスペクトしてその人からしっかりと学ぶことです。5個目、見た目と声を分析する。人は見た目より中身が大事、よく言われます。しかし会った時に第一印象を決めるのは外見です。あなたの外見見た目が相手にどんな印象を与えるか研究してください。それを分かった上で変えれるものと変えられないものを区別してください。骨格や性質などは変えることができないです。この変えられないものは自分の武器として生かした方がいいです。6個目は周りと比べて焦るときは自分の気持ちに素直になる。周りと自分を比べると将来への不安と焦りで潰されそうになる。そんな日々ってきっとあるはずです。あなたにも誰かと比べてこのままで本当にいいのか焦ることもあるはずです。当然僕にもそんな時がありました。人生の分岐点で判断を間違わないために今のうちから自分は将来何者でいたいのか何をしたいのか自分に問い続けることです。誰とでもフラットに付き合える力が対峙力です。対峙力があれば上司でもお客様でもどんな人とでも自信を持って関わることができます。まずは自分と向き合う、そして相手に興味を持ってほしいと思います。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますのでぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますのでぜひご登録お願いします。チャンネル登録評価ボタンのクリックをぜひお願いします。